<Good> morning. おはようございますこのセッション APEC 2023年交通大臣ミーティングでございますが開催できますことを大変光栄に存じますようこそデトロイト市へお越しくださいました APEC の事務局がこのミーティングに先立ちまして多大なる仕事をしてくれました議長であります米国交通省ピート・プーティジチをご紹介しますおはようございます皆様を第11回 APEC 交通省会議にお迎えいたしますこと大変講演にございます、えー。マット・メリー、新オフィシャル、プレベッカ・サント・マリア、APEC アドバイザリー・カウンセル、ローレイン、えー、ジェイソン・ヒル、およびすべての代表者として来ておられる各国の 交通省および代表者の方ようこそこの米国におけます交通の歴史100年以上でございますが、えー、自動車の革命からこの自動車産業における将来を形作るこのエネルギーの活力がずっとこの土地にあったわけでありますけれどもええー 楽観主義のですねがこの貫いたものとしてあると申し上げることができると思いますけれども私どもが皆やっぱり同じ目標を持って素晴らしいこの先の人々の繁栄我々の,その奉仕している対象でありますのためのですね未来をこれから築いていくということが今回の目標であります。いいろろんんなな各国いろんな困難を 迎えているわけですが、えー、にしてアジアパシフィックにおいてその影響が特に大きいということが言えます、えー、この地域の重要さがそこで示されているわけですがパンデミック、えー、極端な、えー、気候現象おそれから経済の不平等、えー、こういったことがすべてに影響を与えます我々はそれを解決しようとしているわけなんですがやはり対話 とこの関係から解決していけるものと考えておりますしかしその裏面課題があります、えー、この大きな機械がこの先に広がっている、えー、グリーンハウスを温暖化ガスを減らすことによって、えー、かつサプライチェーンの強化ですねこういった2つの課題 が機会としてさらなる話し合い対話につながるものと考えておりますいくつか例をちょっと申し上げたいサプライチェーンです各国いろいろなグローバルサプライチェーンにおける課題を抱えておりますその中にはコロナの影響がまだ長引いているがゆえのものもありますしロシアの不当なウクライナ侵攻によるものもありますこういったいろんな理由により 我々の作業が非常に難しくなってきているわけなんですがあしかしサプライチェーンをもっと柔軟な人性の高いものにして、えー、この中断することがないようにしなければいけない、えー、特にこのベトロイトであります自動車あの,その首都といえる場所でですね特にそれが言えると思いますがより早く、えー、新しいプロセスを使ってカーボンを減らし データを扱いグリーンシッピングクォーターズですねコリダこれをカナダとの間にちゃんと確保するとこういったことが言えますもう一つの例として申し上げるとここから約1マイルちょっと行ったところに我が省がインターステート375を今作っているところなんですがこの。 低所得の人々、黒人の人々の住むところ、及びその近辺がですね、えー、失われてしまったということがあったんですね。今のデザインですらですねダウンタウンの,その貧しい方との機会を失っているということがあります。しかしか、えー、今州と市がこのハイイウェイを置き換えるそして しかし、この近隣をつなぐ道に変えていこうとしています、それによってみんながこれから栄えることができるような経済的繁栄が望まれるわけであります、かつ、えー、デトロイトの,この水資源に対するです、ね、この流水、雨による流れてこのいろんな、えー、汚染物が入っていくということも防成功うということをしております。コミュニテティィのプライオリティ を優先し我々のが技術的支援をするということを考えていますで、このいくつかの原則が裏にありますサプライチェーンの原則によって情報の交流がよりやりやすくなったそして既存のインフラがより効率よく使えるようになるこれによって新しい将来が開けていくもう一つ、えー その分離するのではなくてつなぐということがすべての優れた交通というのはやらなくちゃいけないし、老インカムの人々を隔離するのであってはいけないわけですね。で、エペックがその、えー、このリーダーの方々が集まってですね、皆さんの経験をぜひ えお伺いしたいですね、われわれがみんな求めている繁栄をどうやって達成するかということに関してであります、皆さんと協力して改善をしていかなくちゃいけない、えー、特にまたあ、交通関係の従業員もそうです、えー、四輪、この街で発展したと言ってもよろしい、えー、ミドルクラスが米国の経済発展のやっぱり背景にあります、こういった人たちのためでもあります。 というわけで皆さんのお越しいただきましたことによって大変私どもの、えー、まあまあ光栄に感じるわけでありますがこの交通におけるこの機械の規模というものがですね私たち皆さんに集ったこの各国の代表の、えー、集った方々によってその代表をされている反映されていると思いますデレ、えー、これデレッカサンタマリアに私バトンタッチしたいと思います。じゃあ おはようございます議長そして閣僚の皆さん米国がデトロイトに呼び戻していただき議長に素晴らしいホスピタリティをエンジョイしておりますどうもありがとうございましたで、いくつかのポイントがございますけれども 私たちがここまで来た道筋を見ていきたいと思います。えー、ジャカルタで、えー、このこ効率良い安全な運輸システムというふうなことが話され、米国が、えー、交通閣僚会議をするということで、1995年にそれが。えー 催されることになりました。で、九十四年に宣言がなされまして、そしてインドネシアの母ゴでレコメンデーションが採択されました。この持続可能な開発をしようということが目標になっております。千九百九十四年ですが、母ゴのゴールがありまして、これが自由でオープンな 投資と開発ということでありましたこういったものが2040年までのビジョンといたしまして母語のゴールになりましたそして母語ゴールをもっと進めて三つの重要なエレメント貿易と投資イノベーションとデジタル化そして重要なのが 強力なでバランスのとれたセキュアな維持できるインクルーシブな成長ということが言われましたで個々のアクションそして集合的なアクションと貿易の自由化を合わせることによってデジタル化そして持続可能な成長を催そうということになりました。 そしてこの方向に動いていくことになりましたで事務局もスニアオフィシャルもこのプラトライアルアクションを取るということででこの今年の会議につながってきております。で プラトレアなアクションとゴールなんですけれどもこのイニシティブというのは相互に関与するものでありまして私たちのアジェンダの中にはこれをどういうふうに バイオをサーキュラーなグリーンな経済にどういうふうに結びつけていくかということなんですけれども、万国ゴールというふうに言われております、環境のチャレンジ、そして持続可能なインクルーシブな開発、そして環境保護、そしてリソースマネジメントも持続可能な形でやっていこうということであります。 気候のインパクトが非常に大きな要素となっておりますけれども APEC の国々はエミッションへの貢献度も高くポイントは私たちのエミッションが非常に増えているということであります。いいいニュースもありりましててやはは気候変動にについては注目することに なりまして森林の再植林が行われておりますし環境のトレードグリーンファイナンシンググリーンボンドといった金融面でも投資をしておりますでまあそういったものがいいニュースなんですけれどもやはりイニシアティブは続けていかなければなりません APEC のポリシーを見てみますと2つあります。 でポリシー・ロコマンデーションが2つありましてまずは脱炭素でありますトランスポーテーションセクターのそして低排出量の将来に結びつけるということですそして新しいグリーン経済というのを達成するということ APEC はテンプレートを提供しこのポ 法的拘束力があるわけではありませんが私たちすべてがイノベーションを起こしテストをしアイデアをテストしそしてポリシーユニットを通して政策提案をできるようにしていきたいというふうに思っておりますありがとうございましたありがとうございましたそれでは米国のバックマリーチリアオフィシャル にパトンタッチしましてエペックの米国の目標のお話をしてもらいたいと思います。ありがとうございます。この機会をいただけましたこと、えー、光栄に思います。米国のプライオリティということですが、二千二十三年のこのエペックのホスティングをすること光栄です。特に三十年目エペックミーティングがワシントンで千九百九十三年に初回が開かれましたね。三十年目になります。えー、ご覧になりましたように米国の二千二十三年のテーマというのは 柔軟性の高い維持可能な社会を世界すべての人に作るということでありますがビューティージッジー交通省の持つビジョントレード投資から強力な包括的な成長といったことでありますがそしてですね 2023年今年は3つのですね優先物がありますインターコネクテッドイノベーティブインクルーシブ3つの愛ですね、えー、このプラシーのプライオリティ二23年に花を深掘りしますとこの柔軟性を高める、えー インクルーシビティですね全てを包括するといったことが含まれるんですがまず最初はエンターコネクトで全てをつなぐということなんですが各地域広範なですね経済的繁栄をもたらす地域をつなげるということなんですが既存の IPEC の地域の絆を強めていくこれが中心にあります将来の成長及びの経済の復活回復に必要ですでホストといたしまして米国はタイの作業に の上に築こうとしている。まあ地ボーダーを超えた維持可能なそのトラベルと商業ですね。そしてによってこの公平性の高い成長を図っていこうとしております。それからデジタルパシフィックというのが第二でありますが、エペックにそのデジタルエコノミーロードマックを入れる。特に千十七年 から始まったものでありますがエピックをデジタルイコノミーにしていくというロードマップができておりますそれにはですねインター・オペラビリティそれから一貫性・コアペレーション協力ですねそして新しい技術を用いてデータと情報の自由な流れを促進するそして安心できるデジタルアクセルをこの民間企業の中に広げて そして次の世代のデジタルソリューションのインキュベーターとしていくということでありますね。このセクターに対してその石ビジネスに対してこの新しく出てくるデジタルテクノロジーを入れて安全化を図っていくということ。米国のこのこ ブッティジジ交通省のビジョンであります、えー。まあアクションの中にですね、これが入っているわけなんですが、えー、さらに女性やその他の方のそのもう含めてすべ、えー、ての人に対してこれを可能にするということもあります。えー、ワークショップ、いいショーラベリング。 デジタル・エコノミーで機械を作ることなどなどそれからエンド・トゥ・エンド・サプラインチェーンこれもデジタル化していくということこういったことも含まれます今回のデトロイトにおけるこの話し合いですねえー今度サム、UM、3におけるシアトルにおけるえ話し合いにつなげていくわけでありますがえこのデジタル・マンスということでえパブリック・ポリシーの話し合いえからステークホルダーによるフィールド・トリップえそしてデジタル・ かをこういってミニスターミーティングに入れていくで11月にはです、ね、エコノミックリーダーズミーティングが用意されていますがそこへつなげていくことになると思います環境に対してもこのタイランドが今年はホストをしているとしてありますがバンコクのゴールを具体的にマニラアジェンダを通して具体化していくという年であります。マニラホノル これハワイですがここで12月に、えー、インフォーマルなミーティングがありました2011年のこれですね APEC で始まったグリーングロースそして経済発展を女性や各地域にも広げていくとこういうテーマでありましたこれを通して2023年 APEC の経済に、えー、この既存のこのコミットメントを続けて やってさら、えー、なるこのサステイナブルというエペックの目標に貢献していくということになっております。そしてこのインクルージョンサスティナビリティを通して、えー、の上のこの交通省のミーティング、そして、えー、民間の協力を通してですねこのアジェンダに沿っていくわけですが、それと並んで、えー、災害を減らし 緊急レスポンスを上げそしてデジタルエコノミーを、えー、高めていくかつ STEM 教育それから除染に対するその利便性を高めるこういったことさらにグリーンリカバリーグリーングロースクライメットファイナンスクリーンエネルギーフードセキュリティ、えー、フードセーフティアグリカルチャーテクから海,海の汚染を減らしていくこういったことも含まれます。規制 からポリシーを通じた汚染・汚職対策も含まれます。米国はですねデジタルコネクティビティを ITC インフラ、それからオープンインフラネットワークとしてベストプラクティスをデジタルエコノミーにおいて広げていこうとしております。インクルーシブということに関してこれはすべての人を含めようと考えているわけでこの継続した経済成長。 にすべて,ての国が参加できないといけない、えー、ますますグローバル化していく経済にそれを含めていかなくちゃいけないと考えております PEC の各国が、えー、この SME 女性として、えー、代表されてきていない、えー、国も側面含めていくことが大事であります、えー、農業エコマースストラクチャーリフォームエイトランスポーテーション、えー、その他その他 こういった分野における労働力のにも力を与えていく、そして今まで代表されていなかったところにもです、ね、チョイスを増やしていくということが必要になってきます。こういった概念の上でのでの、ね、カレンダーができておりまして、今年来週、デトロイトでこういったことの話し合いを私どもはホスティングします。来年ではです、ねえー、今日日と明日の 話あ失礼来週ですねこれに続けてまだミーティングが続きますで関連したミーティングが7月21日から8月1日までシアトルで開かれます。で 11月11日から17日まで米国は APEC エコノミックリーダーズウィークをサンフランシスコでホスティングいたします、えー、バイデン大統領がそこにリーダーとして参加いたします、えー、財務大臣それからシニアオフィシャルミーティングもそこに、えー、伴って開かれますで皆さんの,このプライオリティを 今ちょっと簡単に触れましたが、えー、交通省がここに集まられて、えー、そして今年エピックのホストイヤーでありますこの私ども、再、え、編、ー、これ重要な機会であると思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではプレゼンテーションローラーレインの方からあお願いいたします。エピックビジネスカウンセルのおアドバイザリーでございます。プテジージ。えー 長官どううもありがとうございました APEC の閣僚の皆さん、皆様、今回は APEC がやっている非常に重要な仕事のためにこちらの方に来ていただき、ありがとうございました。デトロイトに来ていただきまして、非常に重要なミーティングなんですけれども、非常に重要な問題を進める、貿易を進捗させ、コンネクティビティを 高め素晴らしい雇用を生む機会になるというふうに思っておりますこれはビジョン2040というのを確認するためのものであります皆さんには感謝をしたいと思います私たちの求めに応じまたスタッフの皆さんの協力もどうもありがとうございましたコロナの危機が起こった時に皆さんの方にお願いしたことに答えてくださいました運輸のセクターの人々 とはクロスボーダー税関の問題で私たちが PPE ワクチンを運べなくなるかと思いましたけれどもこれで希望が生まれたわけです皆さんに感謝をしたいと思います つの交通に関わった皆さんどうもありがとうございましたパートナーシップというのは非常に重要なものであるというふうに思っておりますパートナーシップに感謝をしたいと思っておりますで、皆さんに聞きいて考えていただきたいことなんですけれどもいろいろなレコメンデーションがありますまずはコネクティビティとサプライチェーンの強靭性ということであります コロナの危機を考えてみてください私たちは本当に破壊的なサプライチェーンを経験しておりますそして重要なレッスンを学びました私たちは非常に重要な重要性をその 運送するということに求めてまいりましたということで私たちが将来のこういった破壊的な行為にも対応できるようになるというふうに思っております地域の協力のメカニズムもできましたそれとオープンダイアログがビジネスであることによってボトルネックを取り除くことができましたということで政策がビジネスの継続性を生み そして物をサービスが国境を越えて動くことができました。また人が動くことができたわけです。人が飛行機に乗りトラックにトラックに乗り船に乗って物を運ぶ。それがその貿易のバックボーンになっております。APEC はトラブルシューティングメカニズムを開発いたしました。そして 特急で物事を解決できるようになりましたまた早期継承システムを発することによって対応が早くなりました APEC でサプライチェーンの強靭性を求めるということはその国境を越えたもののやり取りに非常に重要になってきますデジタル化オートメーションこれを 運輸の分野でやることによってこういった破壊的な行為を取り除くことができます新しいビジビリティまた運輸のオプティマイゼーションができますそしてサプライチェーンに効率がもたらされるということです で私たちの持続可能性のアジェンダを進めるためにはこれが非常に重要になってきます運輸閣僚に関してはテクノロジーを進めるようにそしてペーパーレスの 貿易を進めてていいきたいと思っておりますこれが PPE とヘルスケアグッズを運ぶためには非常に重要です。ブロックチェーンを活用してください。AI を活用してより良い活性とロジスティックスを可能にしてください。そしてリアルタイムのトラッキングケーパビリティを持つようにしてください。A はこういった また物理的なコネクティビティを強化しようと長年頑張ってまいりました新しいフォーカスをすることによってギャップをパンデミック中のギャップを埋めることができます APEC にはもっと仕事をしていただきたいと思いますプライベートセクターの投資そして新しいインフラに投資をしていただきたいと思いますそして 空輸海運陸上交通マルチモータルを進めることによって でフレキシビリティを持たせそしてアクセスおよび接続性を持たせてくださいサプライチェーンの強靭性というのは次のセッションで話し合うことになりますそれでは気候変動の話をいたしましょう今気候変動は重要な問題です運輸セクターというのは継続的にグリーンハウスギャス削減を進めていきます 私たちのセクターは非常に大きなコントリビューターになっています。CO2 を排出しているということです。えー、ということですので責任として、能力として、えー、これを対処できるわけです。えー、で 運輸セクターというののニーズは商業的にもワイヤブルで持続的なあ年力そしてサービスプロバイダーの選択サポート的なインフラを作るということをやっていかなければなりません運輸閣僚に対してはエコシステムを作り環境を可能にして よりよくグリーンなトランスポーテーションのソリューションを導入していただきたいと思います例えば電気自動車を活用することによりましてステークホルダーがエコシステムを打ち立てることができそして需要を喚起しサプライを構築しサポートをできるわけです EV はクリーンエネルギーの充電のインフラとともにバッテリーのセルフライフも長くしそしてリサイクルをしなければなりません。私たちが協力すればこういった問題を解決することができるのです。 同じことがエコシステムを作るということにもできます。えー、持続的なバイオフィルム、増える、ー、ル、えー、水素を活用することによって、持続可能な空輸燃料も可能になります。SAF です。で、こういったアイデアを、ディスカッスしたアイデアを。 シェアすることによりそれぞれの国々がその持続可能な空輸ができるようになりますまた APEC に規制と標準基準というのを燃料テクノロジーについて打ち立ててほしいと思いますで、毎日のデリバリーが良くなりますそして最後がインクルージョンです運輸セクターのビジネスというのはこういった 多様性を促進しなければなりませんでタレントプールが大きいわけですからそれを利用していかなければなりません女性にエンパワーメントをし女性が輸送のキャリアにつけるようにしなければなりません私はその女性の代表ですいろいろんな運輸のセクターで私たちは パートナーになれます重要な貿易サステナビリティそしてその貿易のデリバリーを女性が助けていくことができるということなのです最後になりますが APEC ABAG というのは共にパンデミックの時にやったようにこういった目標を 進めていくことができます。そして政策的なアジェンダ、必要なアジェンダを洗い出し、私たちのゴールを達成していくことができます。機会に感謝をいたします。パートナーシップにも感謝をいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ミスライン。次ですがリチャードカンターにバトンタッチいたしましょう。パシフィックエコノミックエコーポレーションカウンセルを代表しております。 インベスターサービスということに関してのお話になります。ありがとうございます。今日このようにホスティングをしてくださったことを感謝申し上げます。私はですね、US パックのチェアおよびエッパックエンターテインメントのコーチャーをやっておりますが、エッパックの代表としてまたオブザーバーとしてですね、US パックは。 この地域のサプライチェーンの脱カーボン化ということにおいてです、ね、いろいろなアドバイスをやってきております、そして、えーえー、温暖化のです、ね、インパクトをこう減らしていこうとしているわけなんですが、こ、ま、れ、あ、結構長い間やってきておりますけれども、いろんな脱カーボン化をです、ね、サプライチェーンにおいて、特に世界で一番重要なライチェーンを行っていくということが目標なわけなんですが。 まあ4つのテーマが結構このいろんなステージに影響を与えると思っております。例えば昨日のお話もありましたけれども、この売り自家な航空燃料を含めて、えー、貨物旅客送において、この目標を持たなきゃいけない。えー、各 安全の基準ですね各国が安全の基準を設けないといけませんねそれと各国 APEC の各国はあ全地域においてこういった新しく出てくる燃料がですね使えるようにしないといけないインフラが必要ですさらに全社会を視野に入れたアプローチが必要民間とローカルコミュニティを含めて 誰もです、ね、取り残さないようにしないといけません IPEC の,の交通省の役割は大きいものがありましてこのサステナビリティ維持可能性の目標を達成する上でこのコーペレーション協力が今以上に必要な時はないと思いますサプライチェーンにおける脱カーボンにおいて必要な情報これ IPEC のウェブサイトに載っておりますけれども追加の情報はです、ね、いつでもお聞きください Very much, Mr. カンターさんどうもありがとうございました最後になりますがエイペックの交通施業部会ジェイソン・ヒル氏の方から TPTWG についてお話をいただきます皆さまどうもありがとうございました 今回の本会議に出られて非常に嬉しく思っております。エイペックのワーキンググループ交通作業部会を代表いたしましてご挨拶を申し上げていきます。交通作業部会ですけれども2017年から始末します。コロナはありましたが TPTWG では。 定期的に話しし合いを行ってきましたこれはミーティングだけではありません非常に目の見える形で進捗がありました5年半の間に TPWG とメンバーエコノミーは19の APEC ファンドのアットを プロジェクトをやってまいりまして1.8ミリオンになりますこういった数字だけでは分かりませんので何をやっているのかということを具体的にお話をしたいと思いますどういう風に効率的に安全にセキュアに動かしてきたかということなんですけれども韓国のコリーが。 その海洋のリーダーのためのセミナーをやりました。これは4,500回になっています。トレーニングガイドでその太平洋を行き来する人たちにエンパワーをす4,500名にエンパワーをするということをやってきました。米国も2017年ににインンドネシアンパーートナーと一緒に エエビエーションセクター空輸のセクターでそのレポートを書いておりましたが1万回読まれております新しいナビゲーションテクノロジーで脱炭素を可能にいたしますパンデミックの間ニュージーランドで会議がありましてコロナの間にそのセーフパッセージタスクフォースを作りました人々物をコロナの間に安全に動かすということであります 何万の代表者がワークショップに出ております。APEC がいろいろなトピックでイニシアチブをしております。バンコクゴールを達成するためのものであります。で世界は APEC が1998年に始まってから、また TPDWG が始まってからも変わってきております。年アップル コンピューターがポータブルコンピューターパワーブックを開発しましたが2.3キロの重いものでしたこれは145グラムなんですけどメモリーもプロセッシングパワーもパワーブックよりもずっと大きいものでありますですので進捗というのは電話コンピューターだけではなく私たちの予約システムカーゴシステムも非常に変わっております安全にそして旅の仕方も変わって いいるととうことですえつまり、えー、変化のペースは速いし、えー、私たちはその変化にか、えー、ついていかなければなりませんコロナの時代私たち APEC のグループといたしましてバーチャルミーティングに、えー、移行した初めてのグループであります、えー、でタイムゾーン、えー、たくさんある中でこれをやってきました、えー、参加者は非常に多かったです そして我々は包括的なリフォームをしました合理化をしリーダーシップのポジションを少なくしバーチャルにしそしてテーマも変化をさせてきました。でこういったものが すべての国々に援助されました。そして新しいチャレンジもあります。そしてその国々あるいは地域での経済の。 問題に答えようとしていますエアリアルシステムで矛盾なものそして将来の空輸について新しいトランスポーテーションテクノロジースマートでゼロ排出のものそして海洋でもそうです。まだあその 来ていないな変化もあります。毎年毎年変化を起こしております。プライオリティが変化すれば私たちのやることも変化をしています。ジェンダーインクルージョンということではトランスポーテーション・イニシアティブというのが2011年に発足しております。ですのでこういったプロジェクトを輸送と 接続したあものが TPTWG では非常に重要になっております。で閣僚の皆さんの協力が必要になってきます。で ワーキングレベルミーティングのホストをする国々がなかなかみんな見られません12カ国しか TPTWGTMM をホストしてくれておりませんなので今度の TPTWG のホスト国を求めたいと思いますどうぞ皆さんの中の1カ国あるいは1つのエコノミーでホストをしたいという国は手を挙げていただきたいと思います皆さんに感謝をしたいと思います 私のが TPTWG として非常にエクサイトをしている私たちが達成したことこれから達成したことにワクワクした思いをしておりますでペース変化のペースは非常に早いですが皆さんの教育教訓をシェアしながらプラスのプータジェンビジョン2040のゴールをえ 達成していきたいと思っております、えー、皆さんどうも